感じでした。まあ、OB の皆さんは明日、ゴールデンウィーク明けてからもお仕事があると思いますし、現役の人たちは、またこれからコンクールやいろんなことに向けて、部活が再活動、活動再開すると思いますが、皆さん体に気をつけて頑張っていきましょう。本当にありがとうございました。